みちょぱんとアリちゃんのママママッテリーペペペペよろしくお願いします。疲れてますね今日。疲れてますしっかりすごいわかりやすい。ニュースにもなってます。四十肩が四十肩ね、疲れてますけど今日はねお二人の、この芸能界におけるこう交友関係というか相関図というか相関図、はい、そういうものを書いていってもらおうかなと思ってます。もうとにかくそれは書き出すとキリがないぐらいいろんなつながりはあると思いますけど、全くないんだけど、はい、私どうしよう。でバラエティー界のやつとかあるじゃん。そういうことか。プライベートじゃなくてなくてだからこういうつながり。プライベートってどうすんだよ。じゃあ友達とか、ね、芸能人わかんないでしょ。プライベートで斉藤隆弘さんっていう俺知り合いがいるから、それ出してもわかんないでしょ。フーさん俺のプライベート友達出してもわかんないでしょ。だからプライベート出してもしょうがないんだよじゃあ芸能人どういう知り合いますとか言ったら、いますっていう感じで、どんなつながりなんですかみたいなことを書いていってもらおうと思います。でまず最初は吉村君の芸能界相関図。はい、まずどなたでしょうね。線でこう切るところ、でもやっぱ有吉さん、まあ、上はそうよね、加藤さん、はい、そう有吉さん加藤さん、はい、ここは両友ですよね私にとって、はい。それ以外はもういないんですか。なんかすごいお世話になった先輩とか。もう一人いるけどね、八代さんってカリカの、まあ、今マンボウ八代さんね、はい、へー、あ、マンボウ八代さん、そうそう、はい、ここじゃあ線引いておきましょうか。ここはもうそうですね、極太の線ですよ、もう極太、はい、こんな感じですね、まず上は上はこれです、はい、先輩。これどれぐらいなんですか、つながりで言うと。いや、これも全部、全部お世話になったからです。はい、うん、吉村崇の住所は日本国、北海道札幌市西区八軒みたいな住所なんですけど、はい、芸人の生まれた出生地というかね、住所でこれよく言うんですけど、はい、日本国、吉本県、加藤市、有吉村、八代1の1って言ってるんですよ。へえ、なるほどね。この人たちのおかげで出会った順番の感じも含めてそういう住所にしてますね。へえ、それぐらいやっぱこの3人の存在は大きい、はい、大きいです。3本柱、じゃあ下が書いてあるんですか。そうですね、言ったらまあ正月旅行一緒に行くような、はい、メンバー、ね、メンバー、はいはい、ビビると思うよ。何とんでもないメンバーで、誰だ、はい、ピリオド佐藤、はい、村淳之介、ゆうたろう、オフローズ菅野、遠藤光輝、塚田、これがまあ言ったらベストメンバーですよ、しばらくね。村田行くですか。いや違うよ、ピリオド佐藤合ってるでしょ。え、どこで一回来てますから。え、どこでどこで、あのゲームの時になんかカードゲームに来てますから。あーあー、はい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 、はい、あのいっぱいカードゲーム詳しくて教えてください。そうそうそう、はい、はいはい、置いてください。僕はもうずっと長いこと、このメンバー見てどう思いました。芸人です一応ごめんなさい、全然知らない、全然知りません、それ正解なんですよこれなぜかというと、各先輩のところをクビになってここに来るしかないって、だから寄せ集め集団なんです僕とかが。吉村さんのところに集まってる。そうそうそう、最後なんです。え、どう、ピリオドさんとかどこにいたの。元々は大の字の大谷さん行って、オリラジの慎吾行って、俺のところ来たんです。で、村淳さんは、村淳は、結構シュッとしてて、うん、他の先輩のところついてたんですね。で、ピリオドはあのシソンヌの長谷川と先輩なんですけど、で、慎吾、長谷川、ピリオド、はい、まあ、昔はお面白佐藤っていう名前だったんです、はい、で、長谷川と喧嘩してボコボコに殴り合いして俺のところ来てます。殴り合いまで。そう、長谷川さんと、はい、え、なんでそういうの起こるのかがマジで謎。理由が分かんないよね。そのあと、その先輩から離れてっていう理由が、喧嘩以外のその理由が分からんの。なんで離れるんですか。なんでだろう、何が起こってそうなるの、うん、どう考えてもピリオドが悪いんですよ、口の聞き方とか。生意気だったら、生意気で、で、長谷川さんもちょっと、うん、うわーってなって、で、慎吾が待て待て待てって間止めて、はあ、なんかトイレ行ってる間殴り合いの喧嘩になっちゃう。藤森さんと、あれ、長谷川さんがいいですもんね。3人、その3人がかつて仲良くて、慎吾がトイレ行ってる間はなぜか知らんけど殴り合いになったんです。で、止めて絶対長谷川さんの方が強いじゃん。強いよ、体の大きさとか。で、圧倒的にこいつの方が悪いんだから俺もこいつ長い付き合いだけど圧倒的に悪いんだよ。でも、まあ、じゃあもうこの会に入れませんっていうことで俺のところに預けられて、はいはいはい、来た、はい、来た、もう80年ぐらいですかね。で、意外とこういうところの仲良い、村淳、村淳、ゆうたろう、ゆうたろうっていうのはマッチョ。ゆうたろうってあれじゃないですか、モノマネする人。違う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 、字がなくて、じゃなくて、じゃない、じゃあ、萩尾ゆうたろう。誰萩尾ゆうたろう。で、オフローズってトリオの菅野、はい、で、遠藤光輝って、えんちゃんっていう
もともとビジュアル系のバンドやってて、はい、お笑いやってて、2019年一緒に正月旅行をやって、うん、旅行行って海外で、次会ったのが2020年の正月だから1年間会わなかった。え、それでもすごい。それでもそのそこに入るメンバーなの。ここに入ってます。可愛いんですよ。36、7ぐらいで初めて飛行機乗ったとか何でも知らない何でもしてあげたくなっちゃう。そうそうそう、何でも知ってあげたい。で、塚田ってのここ最近入ってきた、はい、本名は塚田じゃねえんだよ。俺がただ塚田って呼んでるだけで、坂本っていう本名らしいんだけど、でも、ね、芸名は塚田ってこと。いやいや、芸名は坂本なんだけど意味がわかんない。俺が塚田って呼んじゃってるから塚田になってる。塚田っぽいのね。塚田っぽい。塚田っぽいのね、なんか顔が。見た目がね、そういう人いますけど。これ面白くて、なんかね、ネタとか見たことないですけど、一応、なんていうんですか、三つ子っていうんですか。はい、はい。3人とも、双子の3人バージョン。はい、三つ子。基本的にこれが、吉村軍団。吉村軍団ってのはおこがしいですけど、正月行く時のメンバーでも。え、全員と吉村さん。そう。じゃあお金はどうなるんですか。いや、私が出します。全員分。はい。これがびっくりすることに、このピリオドが増やしていくんですよ。勝手に勝手に、今年塚田どうですかとか今年あの菅野っていうのどうですかって勝手に言われて、この人は1円も出してない。あ、じゃあピリオド佐藤さんは知り合いがそういう多いんだ、はい、多いというか、こいつが面倒見たがりなの。本当はね、こいつどうですか、こいつね、今ね面白くて一緒に遊んでるんですよって言うんですけど、流費はこいつは1円も出してないです私がただ負担が大きくなるだけで、で毎年ピリオドと喧嘩します。私は正月旅行でどうなってんだっていう、ね、どうなってんだってじゃなくて、その旅行先の振る舞いが悪くて何なの、もうやめろ。だからもう変な感じなんですここは、うん、はい、これがまあ旅行行く仲間、旅行行く仲間で、私が行った時の旅行メンバー違う。あ、そうですよね。あ、でもそこにはピリオドもいたし、村重もいる、で、エンちゃんもいるよ。あ、いたんだ。今度旅行で終わったら、あ、ピリオドやってなると思う。顔覚えてない。もうあまりにも地元の人に顔がそっくりだから、全員1円も出さないです。まあ後輩に、はい、後輩はそんなもんですよね。やっぱ後輩はそんなもんだけど、うん、不思議な旅行だなと思う。俺は休むために行ってるのに、あの朝 5時半集合で3時間かけてジンベエザメ見に行きたいって言って。セーブでしょ。そうそう。いや俺は見たくない。ジンベエザメ見たことあるし、俺は休みたい。いやでも見に行きたいんですよっていうふうに言われて、分かった、じゃあ行こうって、じゃあパックのお金誰出すんだったら吉村さんお願いしますって俺が行きたくもないジンベエザメ見に行ってっていう。オスロブね。はい。同期、同じ横。同期横。横で言うと、まあ、又吉くん。はい。そっかそっか。ですよね。で、はい、直美。まあ同期ではないですけど、同じ感じ、はい、でここに大吾さんとかが、ね、まあ直美が帰ってきた時に集まったり、この間集まってましたね、はい、写真載せてたの見た。大吾さん、大吾さん、はい、仲間って感じ、これは。まあ番組もやってましたし、はい、話があって、はい、そうか、ピカルのメンバー。そう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 、もともとで言うとピカルのからきっかけで仲良くなったし、又吉くんはもう全くの同期だから、うん、同じ専門学校で、で、直美は後輩で1年目ぐらいからまあ飯を食いに行ってたな、うん、で、これがまたね、ちょっとね、直美とピリオドの同期だったのかな、仲良かったり。じゃあこの又吉さん、大吾さん、直美さんでご飯とか行くときは誰がお金出すんですか、こういうとき。あ、こういうとき大吾さん。あ、一番上。一番上。あ、そう、大吾さんが出してくれたとかしますよね。芸人さん以外はいないですか、うん、芸人以外でプライベート。何でもいいですよ、俳優さんとか何でもいい。いないね。ゼロ。でもプライベートで食べに行くんじゃなくても、なんかちょっと LINE で何かやり取りするとか。チョパさんとか正月のメンバーですよね。出会ったのはみちょぱさん、うん、ニコル社長、こじはるさん、こじはるさん、はははみちょぱ、はい、ニコル、うん、こじはるさん、あ、ミレギシさん、うん、アサヒさん、あ、テルマさん、スミさん、こういう、スミさん、はい、川田さんだ。あー、アナウンサー。アナウンサー、川田さん。え、川田ってスキップができない、あの川田。はい。あ、そうなん。コートさん、そうですよ。サシハラさん。あ、サッシー。ふわ。あ、ふわ。ふわ。サッシー。丸山さんは。あ、カリナさんね。こんなもん。はい。ちょっと、ヤシさん小さくするなんでよ。ないの。重い。最低この人も感謝しなきゃいけない。そうですよ。よくバラエティで共演する。バラエティで共演する。はい、バラエティで共演する。また何連絡取ったり。もう書ききれへんですわ、あの人もこの人もって出てくるのかなと思ったら。いや、こんなもんですよ。あとはゴルフメンバー。あ、ゴルフメンバー書いてくる。ノブさん、藤森、うん、西ライオン、ギャップ、久保田でいいかな。
ここもゆうたろう入ってきちゃうんですね。ゆうたろう来るんだ。かなはんにゃ、うん、そういうメンバーめちゃくちゃやっぱ私の世代の人が多い。そういうことか。ひらめきのだったり、はいはいはい、ヒカルだったり。これちょっと見せてもらえますか。あと琴原さんとかも呼ばれたり。へー、琴ちゃん、琴さん、あと花丸さんとか、まあ、とにかくゴルフ、ゴルフやる人。じゃあそこはまるでゴルフって感じになりますか。アンタッチャブルのザキヤマさん。ああ、ザキヤマさんも、はい、ゴルフね。ザキヤマさん、やっぱ大体そこは柴田さんとか、はい、あ、すごい、はい、できてる、できてる、できてる。これは趣味のゴルフ、はい。おお、以上完成しましたかね。まず1個ですか。え、もう1個、1個、はい、ゲーム、ゲーム、ゲーム仲間。そうじゃん、ゲーム。出てきた、出てきた、出てきた、出てきた。ゲーム仲間はガリット中熊谷あの、はい、なんていうか、ちゃんとゴルフとかゲームとかで人が違うのね。ね、やっぱ趣味によって。後輩旅行とか、あ、あと怪獣かけうち、まあ、ここもちょっとリンクしてますけど、こういうような。俺ね、本当に、はい、あ、すごい。大人になってから気づいたんですけど、小中高って一貫の友達がいないんですよ。一貫じゃ友達がいないんだ。一貫の、はい、小学校は小学校、中学校は中学校、はい、高校は高校だけの友達なんです、はいはい、だから芸人だったら芸人だけの友達なんて、ゼロになっちゃうんですよ、昔の友達が。へえ、なんかすぐ捨てますよね、そういう。いや、捨ててないよ、すごい。こうほら、八代さんなんてこんなちっちゃくなったし、うん、捨ててる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 。初心の気持ちを忘れてると思う。いや、なんかね、こうなのよ。なんでかなんか母親がそうだったらしいのね。なんかこの区切り区切りでこう継続しないとか、友人がはっきりしてる。なんだって、だから芸人辞めたら多分ここ一切なくなっちゃう、多分。へー、で次のステージの友達になるというか。なるほど、すごい。まあ、見せてください。ということで完成です。はい、こちら、はい、まあ、今の現在のところの芸人ばっかしね。ほんと、ほぼ芸人さん、まあ、こっち側がそこ以外芸人さんでしょ。ここプライベートほぼ合わないんで、ね、まあ、そうですよね。じゃあ最後、締めをお願いいたします。締め、いや、相方いないです。あはははは、俺ピンじゃなかったっけ誰に聞いてんの。しかも私のマネージャーに聞いてもいいの俺スタンダップコメディで出た違うでしょ。まあ、もうそれはもう当たり前のようにあるってことにしときましょうか。ここですね、東京ヒート、はいはい、もうそれ言い出すとね、はい、まあ確かに、はい、で、ちゃんと藤井さん入れたバージョンで、はいはい、入れたバージョンで完成、はい、完成です、はい、芸歴21年目の吉村のこういう関係と、はい、こんな感じじゃないでしょうかね、うん、はい、うん。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また見てね。イエーイ。